どうもお疲れ様です、マフィーです。今回はこの無補正やっていきます。でこの負け寄りシーズンマッチもちょっとね長いことずっと続けてきて飽きたっていう人もいるだろうし、自分もねなんかマンネリ化を感じてきてて、ちょっと今回はねいつもよりちょっとねこういつもとは趣向を変えていこうかなと思います。で今回やっていくのは自分で考えたデッキじゃなくて人のデッキをパクってね、潜りだと思います。ということでまず最初のターゲットはこちら、トコ眉毛ですね。オセロニアの戦2019全国優勝と、このようにねたくさんのこの実績を残しているねトッププレイヤーでございます。こいつのデッキをパクります。というのもこのねニャオンアットゲーム8オセロニア、こちらでねゲーム8さんのねこのゲーム8さんっていう、ゲームの攻略記事を書いてるサイトさんなんですけども、ここでね、トコ眉毛のデッキが載ってるんですよ。はい。ということで、全国決勝大会、オセロニアの戦2019優勝と、このトッププレイヤーのデッキをパグります。というのも、ラニカエンデッキですね。ラニ・テュポン・バハムート・ジェニーということで、これね、ジェンバハのところを、正月ジェニーとバレンタイン・ミューニカ、あれに変えたのが、なんかラニカエンとして結構 HP 高い状態でね、使われてるパターンがね、多いんですけど、まあ、自分はミューニー持ってないですし、ジェンバハの方がね、なんかこう瞬間火力出せるっていうところもあって、まあその一長一短なところであるんですけど、このデッキがね、強いと彼は言ってるのでこいつをね今回使っていこうかなと思います。一応入れ替え候補とかもこのように載ってて、あとおすすめのねこの編成ポイントであったりとか風車定石で進行とかね使い方も載ってて、すごいね参考になる記事なんですよ。っていうのもこの人気のデッキレシピ、他にもサイ、コノハ、ティラノ君、スコフィーみたいな感じでね、たくさん載ってるんですけど、なぜかこの中にね、まあ、自分が入ってるんですよね。なんでやろうねこれの仲間外れ感半端ないんですけど、まあまあ一応自分のデッキも上がってるので、自分の以外はすごい参考になるんですけど、自分のもね暇な人はね見てもいてもいいんじゃないかなと思います。そんなわけで彼のデッキをパクります。さあ床眉毛、待ってこの軌道からやり直さないといけないと、ちょっと離れすぎたか。まあまあそんな感じでね、この床眉毛、はい、彼とはね長い付き合いですよ。このゲームが始まって1周年の時に初めて会ったかな。それからずっと仲良くて、でまあ最近でもないかな、ちょっと前にターミネーターも一緒に見に行ったりしててね、すごい仲いいやつなんですけども、そいつのねその友達の力を借りてね、このトットコマユタロデッキでやっていきたいと思います。まあ実際ね戦の決勝上がったの、これ何回もこの話したと思うんですけど、あのサイとトコマユゲがぶつかり合ったっていうのねあったと思うんですけど、あいつら全員仲良くて、もう普通に決着ついた瞬間涙が止まりませんでしたね。なんかトコマユが前でなんだろうな、涙声っていうのを涙をこうぐっとこらえてるような声でインタビュー受けてて、もうそれ見てもうなんか泣きましたね。普通に観客席に、当時いたんですけども、観客席にいたあのピオタイメンバー、俺以外にもいろんなねピオタイメンバーがいたんですけど、もう全員泣いてましたねあちなみにねこの動画っていうか、トコマユのデッキパクるとかね、全然許可取ってないです。もう本当にもうガチ無許可でやってるんで、もしかしたら、いやでも怒られはしないと思うんですけどね。はい、もうガチ無許可でやっていきたい、無許可でやっていきたいと思いますだからワンチャンで今度スコフィーのデッキとかもねパクっていこうかなと思います。はい、まあなんだろうな、自分の力で上がっていくっていうのもねいいんですけど、自分にはそういう力もなければ気持ちもないんで、もう人のデッキをパクって頑張っていきたいですね。まあでもパクれないパターンもあるんだよな。フェリアとか持ってないんでね、自分はフェリア持ってないからな、作ってないからな、なんか作るのもめんどくさくて、ってことでやっていきましょう。オッケー、これは相性いい。さあアレスか、なるほど。いやこれショットロック切りたくないな、ワンチャン、どうしようかな、割と悩む。これもう守護者打っちゃうか。あのねアレスのタイミングにルキー合わせるところもね戦術としてあるんで、こっち打って、で一応ねラニカインデッキって風車進行でいいところはあるんですけど、アレス対面で風車打っちゃうとちょっとめんどくさいんで、ちょっと定石崩したいかな。成り打ちか、どっちかに打ちできる。あでも成り打ちありやな、相手に外周を置かせられるし、うん、どっちかにしましょうか。さてさて、相手の初手はワロゴマで、こっちの引き見ていきたい。いらっしゃい。俺たちは止まらないぜ。これなあの罠はあれ、あ待って、これロッで一回あれしてから返し罠じゃないと思うんだよな。ちょっと悩んで打ったしな、踏み罠じゃないと思うよね。まあでもこれ B6 進行もありっか。C 打つかなり打つかで若干悩みどころ。まあでもいいや、なりでよいしょ。あ待って、踏み罠の可能性出てきた。めんどくせえ、これアラジに打っちゃったらめんどくさいから、まあ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 イベッティング先生だと思いたい。でここ罠が来たらめんどくさいよ。バイセ来い、バイセ。あロック2ロック、ロック2ロックですか。まあでもだとしたら
アラジン出ちゃうけど、お、いいね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 、しっかりアラジンを避けていく、このバーグルス優秀ですね。でこれはどうしよっかな、左下 X もありだが、まあ F3 く F4 来るとして、いやー左下 X かな、 B3 打つのもありなんですけど、その場合ちょっとアラジンが腐りがち、よいしょこっち打ちましょう。ほい、で左上の角に入られることに関しては正直問題ないんでね、ここで燃やしておきましょう。で多分 F4 かどっかに来るんですけど、そしたら C1 アラジンでもしばけるしって感じっすね。でバーグルスのコンボスキルもこれ舐めちゃいけん、あーいや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 、これ右上 X に伸ばしてもいいな、多分その方が相手良さそう。よいしょ、お、ティルート、ティルート先輩か、ティルート先輩、あーティルート先輩か、どうしよっかな、ティルート先輩してますか、ティルート先輩でこれ芝居って、よいしょ、あーまあ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 、ピサト先生ね、はい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 、でティルートパイセンからの400ダメージ、これしっかり400をねこう入るっていうのが美味しいですよね。でワノゴマ、今ワノゴマ1枚でしょ、普通に角にこれワノゴマ打ちたいんじゃないかな。でロック切られてる状況なんで HP 的に待たんじゃないと考えて、角に罠が来たらもう C1 アラジンから陣位でぶっ飛ばしたいですね。さあ、あ、なるほどね、はい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 、そう来るか、ちょっとめんどくさいな。でこれなんかいける、大きくか、これ多分ね B3 今打った駒はね踏み罠じゃないと思うよね。あーどうしよっかな、まあでもこれはアラジンで攻めたいですね、二択なんですけど、こっち打ちましょう、多分踏み罠じゃないと思う。 OK 通っていく、おお、お前グラキかよ、それは読めねえけど、これで結構ダメージ入るんで、よし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 、いいよ。でどうする、相手アレス打つんか、でも今マナゴもあんまり溜まってる状況でもないし、アラジン消したいはず、アラジン消す場合は A2 か A4 になるので、本格アレスだったら A4、 いやでもそしたら C6 入れるし、なんならジェニーでぶっ放せるし、うん問題ないですね、これアラジン取りたいでしょ、あなるほど A2 アラジン、あ A2 アレスね、はいはいはい、 OK、 でもこっちはもうジェニー入ってるんでね、ジェニー持ってるんでジェニーで縛っていいですね、よいしょ、あツポン、でこれはもうね 1.728 倍出せるから繋いじゃいましょう、これが力の差、もう初っ端から持ってました、よいしょ、さあギリギリ耐えられるが次のターンで飛ばしましょう。 OKOKOK、まあ、しっかりワナゴマ読んでいけたのがでかかったな、ちょっとグラキエスは分かんなかったけど、グラキエスは分かんなかったが、これは勝ちだな、よし、さすがさすが戦チャンピオンのデッキ勝てる、なんだかんだプレイングとかも大事だけどデッキ構築も大事だと思うよな、うん、戦チャンピオンのデッキ強い、そう遊戯王とかの世界でもね、これが遊戯さんのデッキみたいな感じでさ、遊戯王 GX とか見てて、なんか武藤遊戯のデッキがやべえみたいな話結構あるんですけど、アニメの中で。ただね、自分はなんかその遊戯のデッキって死ぬほど事故るけどなって思うんだよなあれ絶対使ったらわかるけど絶対事故る、キングスナイト、クイーンズナイトとか、もういろんななんかその専用デッキ、それ1個で専用デッキ組めるでしょみたいなカードがたくさん入ってるんでね遊戯のデッキはね絶対に事故る、あれに関してはマジで引き強しないとダメだ、うん、さあ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 、まあどういうデッキかっていうのは日によって変わると思うんですけど、さあさあさあ、あーなるほど、これちょっと、あー罠駒入ってないから若干不利だと思う、これはこれは不利だと思うな、罠駒入ってないんだよな、痛い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 、どうしよっかな、 X アベルして、よいしょ、囲ってきたところにアラジン合わせたいですね、よいしょ、どうせ縦にとっても X 打たれてって感じだと思うんでね、こっちから X 打ってあげましょう、でこれで OK、 そこ取ってくれるんなら2枚もいるんでね、これだけでちょっとダメージ入るから美味しいと、せいで、ここでヒーラッシャイ、あー忍竜か、まあ忍竜弱いな、この対面、まあ一旦俺はアラジンですね、アラジン打ってしばいて、よいしょよいしょ、で回復もわずかばかり入れて削っていくと、で角来るかな、角来たとしたら打ってくる駒によってアラジンのコンボスキル狙っていける、ハロメか、ほいほい、これまだまだ発動しないな、はい、お、アイシェ、アイシェ引いたな、んこれちょっともう愛し引いたんだったらご利用したいですね、こっちで、せい、アラジンコンボ残して、でアラジン取ってきたら B4 に打てばこっちの根核もう一発組めるんで、引きによっては全然って感じで、で下打ってくる場合は2枚燃えますし、
美味しい状況作れると。オッケー、それ美味しい。もうこれティターニアじゃねえわ、ティルとかティルとぶちかましたい。なんならジェンバハいけ、なんならなんならジェンバハ、はい。あ、ツポーンね。でもこれはもう一番火力出せるから、こっちで銃弾に飛び乗れ、くらえ。よしよしよし。でこうなると相手もあれですね、代償する余裕がないはず、厳しいんじゃないかな。オッケー、代償してくる。それでもよし、これは勝ったな、勝った勝った勝った。さすが、さすが常眉毛のデッキ、強い強いですね。さては強い。オッケーオッケーオッケー。 S を引か、 S を打たなくても勝ったまあまあ IC が強いところはあるけどね。よいしょと。オッケー、 IC が強かったけど、まあ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 、いいね。ラニカエン強いじゃん、強いじゃん。まあてかなんだろうな、ラニリーダーからジェニーとかバハムート打ってるだけで強いみたいなところはあるからね。でその上で極炎っていうこう暗黒とかにも対しても優秀な駒、いいやつっていうところでいいんじゃないかなと。あとラーニも入ってるんで、ワンチャンマヘリ相手で来てもラーニでね毒を吸ってあげれば美味しくいただけるんですよね。うん、なんで一応フリー対面っていうのが少ないデッキ構築にはなってると思うんですよね。デバフ来てもラニカエンのその火炎の部分で燃やせるし、割と不利っていう対面はね少ないんじゃないかなと思います。まあ今みたいな代償とかはちょっと不利かなって思うけど、まあ、それでも勝てない相手じゃないと思うし、うん、結構不利は少ないんじゃないかなと思いますね。いらっしゃいます。あー、これはガチモンの火炎だな。外周順位か。オッケーオッケーオッケー。まあ初手大きく安平くせ。外周順位はね、風車打ってもみたいなところあるよね。 X 打って外周に打たせん、自分が打たないようにっていうのもありなんだよな。なるほど、初手アラジン切ってくるか。これあれだな、あーはいはい、アベル引いていく。ちょっと考えどころやな、ここ。どうせここはジェイン打ってくるんだよな。まあラーに切っといていいや。でここで F4 ジェイン来たら左下 X 展開でもいいですね。ジェイン引いてるし、あーそっち来るんか。なるほどなるほど、そっち来るか。うーん、左下入りたいな。大きくコンボ発動しないにしても外周に置かないような立ち回りしていきたいな。よいしょ、ほい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 。外周置いちゃうとちょっとねややこしいんですよ。ミューニとか打たれたらややこしいっていうか、もうちょっとどころじゃない、本当にきついんで。こっち打って、でも HP 高えな。でアラジン入ってるってことはエンデガも入ってると見ていいんですよね。うーん、そこがちょっと怖いかな。なるほど、そうくるか。うーん、上等じゃないの。これは当てましょうか。当てて、これ取ってきても、なんだっけ、稼働ジェンから、両方ね、稼働ジェンっていうか、このジェンを全部取れる形作って、コンボ強い駒、A4 来たらめんどくさいけど、まあ、アラジンのコンボは今そんなに強くないし、これが相手にとっては結構だるいはず。まあ、今のは相手が左稼働、自分が入った時に強火になるっていう風に誘導してきたと思うんですけど、そんなに問題ないですね。オッケー、ロック打ってきた。これはね、強固が出るんで、オッケーです。これ強固の強みよな。これで強固出せるの強い。ただね、ここでジェイン取るかって言われると、ちょっと悩みで、あ、待って、強固出ないんじゃん、これ。だるいな。どうしよう。C6 入っても面白いな。C6 入っていこうか。よいしょ。ちょっと外周なんですけど、まあ今は弱火なんでまだ強いできるはず。でもちょっと油断できないな、マジ。F4 ミューニとか打たれたらバカきついんでね。でも相手はこのアラジンのコンボ怖いは、マジで来た。マジで来るか。あ、いて、痛すぎ痛すぎ。けどこれで左上角入れば、強火じゃなくなるから、OK、これは相手6切ったからこっち打って、で、一発許容の、でこれでね、アラジンコンボが確定してるんで次でしばけますね。オーラも引いたし、ちょっと外周に何枚か置くことになってしまいますが、言うても相手も、いやーこれやばいな。
オッケー、ナイス、よけ、これはでかい、よーし、よく受けた、これはでかいよ、めちゃくちゃでかい、いらっしゃい、オッケー、ロック引いていく、まあ、ここはもうしばけるうちにしばいておきましょう。ちょっと外周に打っちゃうけど、10段に飛び乗れ、オッケー、しばいて、オッケーオッケーオッケー、ここまで来たら勝てる、いやー運が強い、運だけで生きてきた俺はここまで。そう、自分はねマジで運がいいんでね、本当に人生運が良き、俺の人生ねもう運が良すぎて、運が良すぎて、うんこになったわね。もうこれしか浮かばなかった、ごめんなさい本当に。あーやつ、いやでもこれはもうアタッカー引くらい、でも強っ、アタッカー、オッケー、危ない危ないですね危ないですね、これアタッカー引けなかったら飛ばせてない可能性があるからね。いや怖い、火炎デッキ本当にマジで怖い。オッケー、いや運良かったわこれ、グノーでアラジン避けてなかったら普通に負けてた説濃厚やんな、危ねえ本当に。外周中尾たくさん入れてるマンか、で残り1枚が多分チポーンとかそういう感じのデッキだったのかな。オッケー、いやトコマユのデッキ強いな、勝てるわデッキ強い。そう、自分はね本当に運が良くてね、周りに恵まれる運がねすごいいいんですよね。なんか本当に周りに恵まれるかん、あの環境だけで生きてきた自分はマジでね、家族も優しいし友達もいいやつ多かったし、そんな感じでね周りに恵まれる運がね自分にはあると思います。さあやっていきましょう。はい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 、これはいや守護書手から切るのもなあんまり好きじゃないけど、火力重視でいきたいところもある。守護書手から切ってティルート2枚返しして B3 アベル入りたいな。でこの2手目が気になる。あーわな、いやこれだるいなこれだったら逆だったな。ジェイン、オッケー完璧、これジェイン打とう。はいはい、もうこれジェインです。これ、あー発動しない先輩、発動しないやつ、これ解消なのか。じゃあこれ切ったの、いやーなんか何もかもうまくいかない。うーティターニア強いまあ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 、言うてここのアベル強いから。でティポン引け、あーバウグルス、バウグルスか、うーんまあでもこれはアベルやな。よいしょ、回復も若干していきたいよ。よいしょ、でもこれ多分特殊罠じゃないかな、回収罠ちょっと考えにくいけどね。いや入れてるかどうかっていうところで二択なところはあるんですけど、ちょっと悩んでるね。あ返してきた、あこれラーに引いたら、ラーに引いたら激うまなんですけど、ラーに、あ引かない、引かないですか。まあでもこれは外周からの、あれ返し罠の可能性若干あるし、もうこっちが普通に強いんじゃないかな。これで外周燃やして威圧もかけていく。でジェイン切ったからバハムト押し、あーその守護者強いな、それは強い。これラーに引いたら本当に勝てる。ラーにてかさっきまでラーに全然来ない。あエンデが OKOKOK、 エンデが良きやな。これティルートで芝こうか、よいしょ、芝きティルートから削り入れると。 OKOK、 エンデがの2枚が気づいてくれるか、まだ飛ばねえな。ラーにラン、あー OKOKOK、 いやそれは美味しいな、それ美味しいわ。まだ次相手飛ばせないはずだから、このロックはめっちゃ美味しい。 OKOK、 美味しい、これさすがに飛ばんからね次の3相手。よいしょ、これ美味しい。で燃やしてオッケー、これでもうエンデが圏内にも入ってるし、あと邪魔する手立てがあるとすればデバフか、マタンじゃないからロックはもうないし大丈夫そうですね。あーデバフあるんかけど、言うてこれ次のターン耐えれそうよね。63でしょ、耐えれる耐えれる、ほい、オッケーオッケー、もうここも徹底的にいきます。ビャハ、ビャハムート打って、オッケー、63はさすがに耐えるでしょ。あなんだ飛んだ、強っ、おなんだこれ強っ、これ飛ぶんだ、やっばやっばやばえやばやば、どこまで強いじゃんはい、このようにね床前デッキです。これがティターニア、ブランジュッタ両方食らっても大丈夫と。いやーオッケーオッケーオッケー、まああの罠をね返さなかったのが正解だったっていうのはあるかもしれない、ワンチャン返し罠だったんで。いいじゃん床前ゲー、これめちゃくちゃいいじゃん。メヒスきた、これラーニ欲しいよ、ラーニ
さっきラーに行けなかった分、ここでラーニを還元していく。そういうわけにはいかないと。さてさて、エンデガーを持つかどうかやな。あー、もうこれ貫くか、これ貫くか、貫き殴りしますか。貫き殴り、ペーパーマリオ RPG の技です。ペーパーマリオ RPG 知ってる人いるかな、あのゲームキューブのソフト。あれね、マジで死ぬほどやってた。親父になんか小学校何年だっけな、3年か4年ぐらいの時に買ってもらって、死ぬほどやってましたね、あれ。めちゃくちゃ面白い、あのゲーム。今からでもやりたいな。あ、これ、ラーニチャンス。みんなで掴め、ラーニチャンス。ラーニ、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 ラーニ。はい。あー、みんなで掴めなかったラーニチャンス。でも、ここ6打ったら相手何が出るか気にならない？気になるよね。行きましょう。あれ、取るのはさすがになしかな。あの、召喚してくれるし、このアベルがね、結構だるいんじゃないかな。この後の。あ、それはだるい。当ててくるパイセンですか。しかしここで何を、もう一回引いていくチャンスがある。ああ、引かなかった。引かねえか。これ取ったらどうなる、取ったらめんどくさいことになるか。 C6 打たれた時に左ベックスから入って、あ、めんどくせえな、めんどくさいことになるのこれ。めんどくさいですね。まあ、アベルから入って F3 に打ってきた時に強火になる形だけ作っとくか。多分これ F3 以外にまともに打てるところがないんですよ、実質。なんで、絶対ここはね、燃えると思うんですよね。あ、しかもこれ両方消せんな、次。消そうと思えば。うおー、久々に見た。あー、シュクレ、本消シュクレですね、これ。はい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 。これな、両方消したいな。あ、ティルト引いた。ロックまだ打たれてない。でも今ティルート打ってもな、コンボの代償が逆に首を絞める。なんかここでロック打ってくる可能性、いやでも逆にロック打たれたらまずいんだよな。うん、消そう。とりあえずこいつら消しといて、で貝も入れる。よしよしよし、とりあえずこれでいいや。で、マゴマ少ないから相手のブラジのコンボもそんなに問題ないんで、ロック打たれたらしゃあないかな。今ちょっと手札のサイクル的にロックで来てほしくない駒が結構多いんですけど、まあまあ言うてここでロック打つかどうかよね。でもちょっと悩んじゃったからワンチャン打ってくるな。まあ、いずれにせよラーニが欲しいね。メヒストの毒を吸えるかどうかって結構本当に来たわ。あー、一級フラグ建築しちゃった。あれも、あ、そうだ、俺ティルト打ったんだわ。俺ティルト打ったんだわ、間違えたわ。そうかそうか、これ大丈夫だ。あ、なんならバグルス打っちゃった。バグルス打っちゃった。俺そうだ、今ティルト打ってるやんけ。言ってるやん。どうしよっかな、これどうしよっかな、割と悩む。いや、これあえてこっちじゃない？ A4 打ってきたら強火になる。あそこ弱火だし、角打ってきたらアベルで燃やせるし、ティルートのコンボを残すことによって相手に A3 の選択肢与えて C1 入って D2 っていう混格を作っていける可能性がある。なんでワンチャンこっちでいいかな。ラーに引いたら変置きもの可能性も残るし、 B4 打つよりかはこっちでね、の方が若干強い気がするな。若干こっちの方が強い気がする、なんとなく。割とフィーリングで打ってるところある。オッケーオッケー、イシュケ、まあ、イシュケのコンボだったらそんなに問題はないかな。でも言うてそこにイシュケ打たれたもんちょっとめんどくさいが、オッケー、ここで燃やして、そのこのもやしをねしっかり入れていく。オッケー、ツポン引いた。オッケー、このテュポン強いな、このテュポンさては強い。まあ、C1 かな、 C1 入ってよいしょ。このバーグルス取るときに C6 か角の選択肢与えて、角打ってきたら相手のイシュケのコンボが消すっていう感じですね。さあ、ここティポーンで相手ロック打った。防御札はシュクレ打った。これシュクレでも長えな、ちょっとだるいですね。まあ、でもこのバウグルス取ったら相手結構しんどいはずなんだよね。オッケーオッケー、このバウグルスが残るんだ。あ、しかもこれ強火が2枚になるな、これ美味しいな。オッケー、それ美味しい。でしかもマゴマフないから守護者のコンボも今許容できる状況。ここで勝つ、いきたい。おお、分かってんじゃん、分かってんじゃん。え、待って、これもうつなぐか。あ、今繋いでいいな、これ。繋ごう、よいしょ。あ、なんだ、飛ぶんじゃないのこれ。あ、飛ぶわね。はい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 。強すぎワロだ、強すぎて草薙強しになったわね。 OK。 まあ意外と今のね X バーグルス相手だるかったと思うんでね、これでね勝っていくと。よしよしよし、いや強いな、さすが X チャンピオンのデッキ。
戦チャンピオンのデッキ強、現環境最強の称号を与えてもいいかもしれんな、もしかしたらね、もしかしたら。まあなんだろうな、フリー対面が少ないっていうのはね本当に大事だと思う。昔のメヒストとかも強かったのがそういう理由で、昔のメヒストもねなんか強かった理由っていうのがフリー対面が少ないっていうところだったんですけど、今フリー対面めっちゃ多いんでね、今のメヒスト。あーこれ速攻流ちょっときついんじゃないかな、ジェンバハ引けるかどうかみたいなところはあるけど、よろしく。まあ一旦、あでもこれ相手 HP、 あでも2万だから、ねたまにね最近の速攻流って2万1000ぐらいの HP の人いるんですよ。で2万1000ぐらいの HP の人はね、ティルットじゃない、ティポンがね入ってる可能性高いんですけど、 OK。 これはまあティルートかな。でバハムート引いたのは大きいですね。でおそらくここはティルート消してくる。あーなんでそこでオーラ引く、ずるい、そのオーラやばい、あーやばい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 、話が変わってきた。チュポン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 、ハンじゃないよ、ハンじゃない、いやあこれきついな、威圧かけてる場合でもねえ。いやちょっとこれ一旦こっち打つか。厳しいですね、厳しい、めちゃくちゃ厳しい。もう攻めないとこれ勝てない、ただ大きく消されると 1.5 力、終わったわあーまあこれは最強ムーブされたな、これは絶対勝てないな。あ、ありがとうございました。まあしゃあないですね、でもまあしゃあない、これはしょうがないですね、童話がえても地獄でしたねこれはね。はい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 、という感じなんですけども、まあ普通にデッキの完成度高いですね。まあラニカインっていうデッキはねちょっと前から流行ってたんですけど、こういうジェンバハの形にして、で威圧がねやっぱ増えたんでね、こういうタイプでもいいんじゃないかなと。うん、あのアベルとこの忍竜とかもね、優秀な威圧が増えて、あとまあコウとしてはハイサラマンダーとかもあるんですけど、やっぱりちょっとコンボスキルで呪いっていうのはねバフは強いんですけどね、 1.6 倍だしそんなにこう使いたくないみたいなところで、バーグルスにしてるんじゃないかなと。バーグルスはね多分 X 値とかすると強いと思いますね。さっきみたいな X であったりとか、後手の何手目 X だっけ、あそこ後手高校の後手目 X とか打てたら結構強かったりするし、デッキの完成度はね非常に高いので、ぜひ皆さんも使ってみてください。フリー対面が少なくてねおすすめです。では終わります。ご視聴ありがとうございました。そして、概要欄にねさっきのゲーム8さんの記事とトコマユのツイッター勝手に載せとくんでね、よかったらそこからフォローと記事を参考にしてみてください。じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。